TBS 系で放送されているバラエティ番組、水曜日のダウンタウンが4日、1月28日、放送分の内容に、事実に反するものがあったとして、番組内と公式サイトにお詫び文を掲載しました。問題となっているのは、福袋に関する企画の中で紹介された100円ショップ、特特や、三鷹店に関する部分、 番組内では、同店が販売していた福袋について、あんけりゃ何でもよいというわけでもなく、一つも売れずと放送しましたが、実際には用意された10袋すべてが完売していたとのこと。内容は、直接の取材を全くせず、福袋を承諾なく取り上げて放送されたもので、店名の表記も、 独特やという誤ったものであったとし、同店の取引先ほか、関係者に多大な迷惑をかけたとして謝罪しています。